どうもこんばんは、ゆうです。パワープラプレイサクセスやっていきます。今回もね、全力学園高校野手育成やっていきます。前回ね、ホムラを入れて彼女なし編成でやってみたんですけど、まああの時結構経験点出てね、うん、まあいいサクセス盆栽でねできたんで、今回ちょっとホムラを抜いてカザイン入れたいかなと思います。はい、僕ね、ちょっとカザイン37なんですよね。まあだからっていう意味もあるんですけど、あんま普段使わないじゃないですか。まああとちょっと名前かぶるんですよね。ゆうくん、ありがとう。まあ35やったら臨床ボーナス4と精神ボーナスですね。6にす、45にすると臨床ボーナス。いや、PSR50 はね、めっちゃ強いなって思うね。あれ練習効果 30% やったっけな。はい。まあフレンドさんでね、50の火山いるんですけど、僕ヤギュー持ってないんでね。だから、雷久しぶりに入れようかなとか思ったんですけど、まあ、ちょっと今回ね、このデッキで、はい、前回のホムラ抜いてカザイン入れたバージョンでやっていきたいかなと思います。はい、で彼女の支援性やったらね、前回みたいにちょっと体力うまくはまらんかったんでね、温存できんかったんで、今回、カロリーバー持ってきてます。はい、マックスバードリンクはちょっとね、投手育成の時に持っときたいなと思って、はい、ちょっとカロリーバーでいこう。初期値こんな感じです。補給とパワーが悪い。まあでも今回精神ポイント稼げるかな。火山入れたんでメンタル2人になったんで。よし、ということでやっていきましょう。はい、ヤギュー。パワー比、アベ比、お願いします。よし、ナイスナイス。オッケー、センキュー。いいね。セクイチから気分いいよ。いや、盆栽でめちゃめちゃタックはまらへんかな、これ。多分ね、その、千丸厳選とかやったら、フォームラ入れた方がイベント完走しやすいっていうか、なんか軽なるんですよ。軽くなる。やっぱイベント回数1回少ないから。2個かな ?2 個少ないんで。まあ、火山入れて、千丸やと、多分なんかがね、イベント未完になる。なりやすいっていうかね、なると思うんですよね。難しいですよね。お、阿部のコツが5。まあ、ただ、火山強いな。コツがね、本類生還、ラッキーボーイ。あと、トリックスターって、解骨ないだっけ？格乱かな？格乱っすね。あー、ここめっちゃ行きたかった。まあ、仕方ない。あー、これメンタルで。はい、逆境上げます。みんなもう火山に入れてるもんね。ツイッターとか見てる限り。さあ、オッケーオッケー。レイリーとヤギューの評価。コツ。最後ヤギュー。こっちかな。最後で。パワーヒカ広角が欲しいね。オッケーオッケー、いいよ。セクイシのコツいいよ。この義の道2回目、できるだけね、早く来てほしいですね。チームメイトの評価が上がるんで。さあ、いい選手作りたい。さあ、一人。これは休むでいいかな。休もう。さあ、来た。これ頼むで。これ失敗するとね、逆境ゲージ上がるから、まあいいんすけど、やっぱ成功させたいね。評価下がるとね、上げるの大変やからね。ラスト！よし！前回のリベンジ成功。さあ、下で選球眼。目すごいね、レイリー。目すごいよ。あー、これはメンタル。あー、じゃあ打撃か。ここ30上がるけど、どうする？いや、違うな。セクニでどんどんタック踏みたいんで、ここっすね。逆境ゲージ上げるも大事だけどね。ああいう時悩むよね。さあ、監督を上げていこう。おー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 ツナイツ。フルフル。これ難しいね。これ難しいわ。今だってこっち行ったらさっき言ったことを矛盾するよね。はい、俺こっち行きます。いや、こっちでいい。合ってる合ってる。絶対合ってる。
いや絶対とは言えへん。さあ、ああいいよ。あ、仕方ない。この体力消費はしゃあない。みんなめっちゃ調子悪いやん。オッケー、こう監督行こう。監督としどれみ。評価。俺俺。よしよしよし、いいぞ、監督。いいやん。わかってるわかってる。前回名教師3取ったんですけど、まあ、コツもらったらね、コツ3でももらったら名教師3にしたいんですけど、今んところ、きついかな。これあげよっか。これはもうメンタルいこっか。よしよし、体力回復ナイス。この微妙な体力ゲージやったらね、ナイスやわ。さあ、タックナイス。どこだ？あ、これ難しい。あ、これ難しい。ここはちょっと違うかな。コツあるけどね。ここかな。ここでもいい。はい。俺こっち行きます。肩行きます。オッケーオッケー。もうこれはもう上で、タイル回復しよう。さあ、セクイショート948。いつものサクセス。俺のいつものサクセスや、これは。メンタル。うん。カザインとレイリの評価があともうちょいですね。もうちょいね。はい、監督いきます。パルス、ナイパル。お！危ねえ。まあ、パルスあったけど。これはちょっとタイミング悪いよね、今の。この二つのイベント、ちょっと、もう、タイミング悪いな。ああ、これは、これは打撃っすね。ちょ待てよ。いや、これは別に、やる気下げてもいい。杉原。OK。いけるかな、これで。とりあえず僕ね、セクニでタック組めるような強化にはしときたいんですよね。この彼女なし編成やったら特に。一杯の紅茶。これ何やったっけ？やばいやばいやばい。普段風に使ってないのがバレる。一回目は？あ、一回目ちゃうわ。これは前例イベントですね。このパンみたいな。これ調子安定か。レモンティーあかん。レモンティーは調子極端やあかん。下は？精神ポイントプラス、悪球値骨酸。まあ、多分ね、招き猫持ってきてるから不屈のイベント来ると思うんすけど、今、来てないんでね、上で、はい、調子安定取ります。体力回復、プラス、技術ポイント、調子安定。OK。うん。どんどん言霊回っていこう。レイリコツくれるか。冷静コツくれるか。または、ルシファーみたいにコツくれへんか。お！盗塁ありがとう。うん。これもうこのままでいいかな。このままいこう。このまま監督。よし！いいよ。さあ、これはもう下で、恐怖の満了といきます。このセクニー大事やで、タック。少しでもやっぱ経験点ね、稼ぎたいですね。セク1で稼げるときやったんですけど、監督評価をちょっと優先で追ったりしてたんで。ダブルターク。おー、ダブルターク。これはね、それはそれ使います。ね、ここね、ヤギュウがいたら行きました。ヤギュウがおったら行っとったな。これは、カロリーバー1個使って、走塁タック。行きます。結構ね、序盤で敏捷ポイント稼ぐっていうのもね、大事ですよね。後々、敏捷稼がないやばいって思うんやったら。ほう、そう来るか。そう来ますか。でも監督やな。でもね、監督っすね。このまま行こう。
うん、ナイスタイミング。上で体力回復。今回みたいに選手権彼女、あ、そうは彼女キャラクターなしプラス選手権彼女がいるときは上ですね。普通のサガラとかいるときは真ん中でもともとつけたいとこっすね。おーおーおー、プラス2やったっけ。あー、ダメ元1か8かか。いや絶対無理やな。絶対ならんな。このまま行こう。山下邪魔だぞ。一流。さあ俺たちの存在見せつけよう。負けんの？負けんのかい。まあでもここで2回目ですね。ちょっと遅いですね、逆境ゲージ100にするのが。ダック、うわ、俺俺やな、これトリプルダックやからダックあんまりこれヤギオとはもっと強かったけどね。まあでもこれはいこう。何パーキガ、あーキガする、もう俺こういうのキガする。絶対カブリファ使い切ります。オッケー。まあキガ丸とか取るのもありなんですけど、やっぱ先にねミートとミートあげたいんで、独身術成功するためにビーム投げとったらいけるやろ。35でいい、45に上げたい。よし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 、こんな感じでいい。うん、オッケー。これでクリスマス以上の経験点を稼いだよ。取り返したよ。お休みます。普通に休もう。おう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 、ツナイツ何回言うねん。これ難しいね。うん、監督がだいい感じ。いやーこれ俺使うのは違うな。ここでここで俺ありやな。でもダブルタックじゃないもんね。むっず。これ精神いきます。火山のタックプラス火山と野球の精神ボーナス。はい、まあコツはもらえんかったけど、まあいいでしょう。体力温存もね、刺したいんでね。おー、ダブルタッカー。では、監督いるんで行きましょう。プラス1以上。一流、あるね。一流もう一個ある。で、これでいけるね。これで独身数いけるっしょ。いやー、結構、ここ取り返したよ。オッケー。差し入れのアイテムってみんな持ってきとんかな。持ってこないんですけどね。さあこれ金徳イベント1回目ですね。多分もちろんやね、これ選択肢もちろんで、2回目は成功失敗あるけど継続するんか。あーし、成功したいな。トリックスター、せっかく火山久しぶりに使ってるしね。あー、プラス2以上。プラス2以上ないかな。ダメ元1か8かで使おう。全力、どこだ？おおおお。これはこれでいこう。ちょっと45かな？上がるんだ。守備職、これは取ってまおうか。うん、このまま行って、次、まあ、次大事やな。意外性、守備職、ラッキーボーイも置いとこう。オッケー。何も使わんでいいな。これも使わんでいいな。監督、オレオレか、敵を飲んでますね、ここ欲しいの。パルス、パルスめっちゃくる。うん、ナイスナイスナイス。イベントちょっと取り返したね。ちょっと取り返した。タックどこだ。メンタルかな。まあ精神ポイントもいい感じで上げれてますね。途中で戦
天才覚醒せんかなこれ。で次3月3週までにまた逆境ゲージハックするのが今目標っすね。いや出た、これいじめやって、いじめやかんって、俺晒しもんやん、これ動画撮ってるって。ドン、ダブルタック、あーむず、これ難しい。いやでもダブルタックやろ、これ俺使います。うん、使おう、使えるときに使っていこう。あ、でかいわ、でかいでかい、このタップでかい、240。いやトリックスター成功してほしいな。これ1回目かな、1人。監督ナイス、ナイス監督。これ逆境ゲージどんどん上げて3月3週までに100っすね。 OK 行こう、いいアイテム、それいいアイテム、タック。うん、監督だ。これやね、いけるね。うん、監督評価もいい感じっすね。イベントが来てる、ちゃんと来てるね。まあここは大丈夫。お、成功したね。成功したら技術、敏捷ポイントが54。失敗するとやる気下がって敏捷ポイント13だけしかもらえないんで、これは成功してくれたら結構大きいね。監督やね。何も使わないかな。何も使わずに監督。いいんじゃない？まあ、総力もね、C ぐらいまで上げたい感はあるけど、やっぱ、いっそじゃあ、スイープ。スイープ一番やり、トリックスター。オレオレナイス。よう引けてる。印象はちょっと残しておこう。さあ、上で、手当て。さあタック来てる、ダブルタックか、あーシングルタックやん、これね、このままでいって次のターン逆境発生させようか、充電完了させよう。あ、これでいけたかな。うん、じゃーん、45にしてるよ。キル、今日なんか俺いけそうな気がする。あ、失敗すんの、失敗すんのかよ。これ成功したらでかい今日な。さあ。ここ渋い。超渋い。パルス。パルス&監督。スイープ痛いね。スイープ分からへん。3、だからもう、臨床を全く上げてない状態でも成功するときあるじゃないですか。でも分からんすね。さあ、ここも成功してほしいな。あ、結構いけたかな。 OK、 かなりかなりナイス。俺使うモブキャラがね、まあ、トリプルタック、またはモブキャラもうちょっとったら行きたいんですけどね。でもこれは行こう、俺使おう。これ筋力ボーナスと精神ボーナス入ってるもんね。強いね。あ、俺強いな、やっぱ。さあ、オッケー、トリックスターいいね。さあ、ここいいタックさえ来なければ遊ぶ。いいタックじゃないか。まあでもここは遊ぶでいいかな。覚醒しなさそう。やっぱ総力 C まで投げとくべきやったかな。なんか俺そういうのめっちゃすぐ後悔するタイプなんですよね。前回45まで上げなかったからね。よし、肩45まで上げました。これできる、ムード、よし、三振。やばいやばいやばい、田中チカチンするかこれ。併殺
これで OK。 ハードラック、ドンドン。かく乱のコツが欲しいね。ラッキーボーイまたはかく乱のコツが欲しい。うん、ホルセカ取ってしまおうかな。これどうする、このままでいくか。いやー、俺これ使おうかなと思ったけど、まあ使わんでいいかな。あのね、体力をね温存させたいんですよね今。あ、パルス使います。次使うとやる気下がるからね。阿部飛広角取る。うん、パワー飛待ちにする。本類生還取ります。これでいいかな。よし、監督評価いけるね。いけるいける。オッケー、ナイス。俺ナイス、監督評価オッケープラス1。まあまあトリックスター成功したんでオッケーオッケー。で今からはまあ打撃タックでどんどん稼ぎたいですね。もっとやっぱこれ来るね、このイベント来るね絶対。あ、上でよかった。さあ6700、前回が7000ぐらいだったかな。でも前回セクさんがハマらなかったよね。おーおーおー、これはこれ使おう。さあちょっとでも経験点、ちょっとでも精神ポイント稼ぐ。だいぶや、だいぶ稼げる。うわ、めっちゃメンタルもらった。こんでキーな。さあ、いけるいけるいける。課金やね。101やね、これ。101ですよ。よし。かなり。いや、これ、少しやな。一人か。プラス4。プラス、え、ちゃうわ。持ってないか。持ってないな。逆球ゲージ上がるやつ。適応シリーズ変えて、監督かな。やっぱ俺欲しいからね。うん、監督っすね、これ。俺俺。ああ、これいいね。ちょっと、逆球ゲージ上げるやつなかったから、これはありがたい。監督行こう。いや、使おう。はい、で、これで発生っすね。敏捷か、今敏捷はね、稼がなあかんの。おし、ナイス、敵を飲んでも。体力、体力はめっちゃやばい。まあ、怪我率 0% 今2万円持ってるんで、いけるかな。うん、3万円持ってるね。やっぱ練習効果アップ大事やな。ええー、な、50持ってる人、カザインね。羨ましいね。オッケーオッケー、難度4。気がしにくさが取りたいな。満塁とサヨナラのとこを潰します。はい、宣伝の刺激。4番丸。4番丸は取っときたい。オッケー。休もう。次のタックに備えて。やめて、ほんまに。ほんまやめて。ほんま、彼女なしやから。彼女おらへんから、俺。休むチャンスか。所詮、俺は一人。この2ターンもったいなかったね。やばい、イベント大丈夫か、いけるか。一人、逆境ゲージ上げよう。
で、体力温存っすね。いやー、これカロリーバー持ってきてなかったらやばかったな。よし、オッケーオッケー、あざーす、あざーす、褒め言葉あざーす。ダブルタック、オレオレやな、オレオレ、ラストのオレオレ。さて、そうか、チャンスがないんか。俺チャンスないんか。うわ、すげえな。やっぱ敏捷ポイント大事やね。うん、敵を知り、己を知れ。あ、やっぱ100入ってくんでかい、100入ってくんでかい。これいこう。さあ、俺何番？ 5 番？あざす。5番やと思ったわ。またパワーヒーコツ取ってないやん、俺。またパワーヒーやばいやん。さあ、一掃は取るか。あと、ちょっと待って、やばいぞ。いろいろやばい。ハードラック。ハードラック消してなかった。いいよ。今思い出した。あんね、まあ別にしょうもないんですけど、俺ね、まあ名前言っていいんかな。まあでも、このタイミングでこの動画見てないやろ。まあ多分俺が動画投稿したことも知らんと思うからいっか。あんね、高校の時ね、河村雄太郎ってやつおったんですよ。河村雄太郎っすよ。イニシャル KY っすよ。マジで KY やったんすよ。それだけなんですけど。いや、マジで KY やったね。嫌いやったな。いや、まあね、学年にね、一人か二人は絶対空気読めへんやつおると思うんすよ。いや、マジでね、ほんま、俺空気読めへんやつめっちゃ苦手でさ。おるよな、そういうやつ。あー、これ難しい。メンタルでいいな。なんか一人だけチャリンコ改造しとったし。よう分からんやつやな。さて、金とこは後ででいい。あー、そうかそうか、ハードラック、ハードラック消せる一番よい。トリックスターもちょっとね、コツ待ちっすね。もしかしたらコツ来るかもしれないんで、今は取れないっすね。キャッチャー適正とか俺つけてないやん。よし、頑張ろう。お待たせ、全力学園。まあでもね、練習はまあまあまあって感じだったけど、これ千丸源泉でもまた面白いですね。まあ、イベント完走するかどうかわからないですけど、またやりたいな。第3球を投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。でもカザインを50フレンドさんからお借りして、野球が入れれんから。この回のトップバッターは堀口、打ちました、痛烈、いった、雷、雷入れる。6回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは堀口、今日2打点を挙げています。そうすると打撃4枚か。投げた、フォークボール見送って、いや、そんな高めいらん。ここここ、第3球は、あ、それナイス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 。これはいい当たりだ、いった、入った入った。しゃあ来い。全力学園攻撃に入ります。この回のトップバッターは堀口、今日はソロホームラン3本も打っている。さあ、7回逆境いけましたね。なんか最近いけるようになった。やっぱ4月1週目の遊ぶの影響できるようになったわ。ほい、4人タック。1人。
まあこのメンタルですね。メンタルで次発生させよう。さあここで発生、7回目タック、よし、わお、メンタルやな。今、補給100以上上げれてないから、メンタルですね。独身率もあるし。さあ、おぉ。100。いけるね。さっき金徳取ってまおっか。満塁男。独身率とか。ラッキーボーイとかね、ちょっと一番やりは、ちゃうわ。トリックスタですね。まあちょっと後で。独身術先取りたい。タック。まあ前回ほどね、ちょっと練習はあんまハマってないんですけど、やっぱあの一発、一撃って大きいよね。一撃ってでかいね。4人タック一気にバーンってくる。それでかいな。今回ダブルタックとかがずっと来てた感じやから。やっぱ運要素ですよ、このサクセスは。もう満塁、俺満塁男持ってるぜ。やめてやめて、それやめて。カーブとフォークなし。カーブとフォークなしだって。オッケーオッケー。よしよしよし。気持ちいい。満塁ホームラン気持ちいい。全力学園リードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしに打った、これは強烈、いった、入った入った、オッケー。全力、さあ果たして打撃タック5人来るか。タックは、タックは来てない、タック来てないんかい。まあ練習レベルで打撃 4すもんね。結構頑張ったと思うけどね。骸骨をちょっと取得してないのがあかんっすね。骨大事。さて、いやーだいぶ骨取ってないけどね。トリックスターは取りますか、直取りで。うん、今メンタルやもんね、欲しいのは。オッケー、行こう。お待たせ。二回の裏、全力学園攻撃に入ります。ああ、ブンブンの時にその独身率助かる。いやーもう俺フォークほんま打てへんから。この辺。投げました。見送ってストライク。ああ、多分俺今ファーストフライだな。第三球を。これはいけるかな。投げました。よし。宇宙間、いった、入った、入った。カーブとかフォークほんま打てへん。点のチャンスを迎えました。あーやられた、今やられたな。シュートやと思った。ナイス、それナイス、やばい、ナイス言うたけどホームラン出んかった。オッケー、ナイスナイスナイス。よし、まあまあまあ、オッケー。打つのあんま思わないんバレたけど。タック、最後、よし。こっちか。え、大丈夫？こっちか、大丈夫？大丈夫だね。こっち行こう。もう、はい、うちは増長もよし。ええ言葉や。ええ言葉。さあ、はい、これメンタルいきます。行こう。101。よし。サポージキャッチャー。これ取っとかない、やばいな。ちょ待って。パワーヒッター取るやろ。やばい。やばい、経験点が。これ取れない。取れないかもしれん。ラッキーボーイと、あとラッキーボーイだけ。やったらギリいけるかな。前回のホームラン入れたよりは、伸びてないと思うんですけど。まあ、しゃあないですね。鳥さん。トリスさんさん、トリマル。あー、難しいね、サクセス。これ、金徳6。で、スイープ失敗ですね。
で、7、8。あー、そうですね。精神ポイント300ポイント近く稼がないといけないんで、カジバのバカ力は取れないですね。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは堀口。投げました。スプリットはボール。めっちゃスプリット好きやん。もう見えてるで、バレてるで。投げた。スプリット見送ってストライク。めっちゃスプリット好きやん。第3球を。投げた。もういやー、わからへん。オッケー、これ待ち。投げた。打った、これは強烈。いったー。いいよ。まあ、ちょっと基本的になんかこの子はね、下を投げるコースの、まあ、今ドッグシーンズついてるからあれですけど、ここら辺構えた方がいいですね。この下の方を構える。あー、打てんかったな。あれ打てんかった。普段はこういうとこ構えとくみたいな感じ。アウトロー、際どい球。さあ4球目。え、嘘、マジっすか、マジっすか。打球伸びてない、全然打球に伸びがない。ツーアウトランナー二塁という場面で堀口、怖いバッターが続きます。ちょ、長いって、長い長い。投げました。あかんって、ほんまに、ほんのやめて、やめて。お、あいつスプリットほんまやめてもらっていいですか。いや、上カンニングペーパーない。カンニングできへん、これ。おい、わかるわかる、それスプリットやろ。マジかよ。てか、あの低めあかんねん、俺打てへんねん。次が4球目、投げました。高めの男球、それが一番ベスト。次は5球目、それ。いやー、待てよ、ほんま打てへん、ほんま打てへん。マジでむずい。経験点ちょっと損してるかな、これ。110何本。あー、ちょっと損してるかな。ドラフト4位。4位っすか、マジっすか、すいません。さあ、これカジバな、せっかく7回いけたのに取れへんって。なん、メンタル2枚やろ、これで取れんかったんが辛いな。経験点1万っすね。はい、ということでラストノールカップやっていきましょう。いや、俺超ラッキーボーイの方がいい。本塁生還は取った。冷静も取れへんやろな、これ。内野安打。いやー、ちょっと待てよ。仕方ないか。しゃあないですね、これ。まあ、しゃあないですね。はい、ということで今回は、スイープ失敗ですね。で、鹿島の若力がまさかのメンタル不足で取れませんでした。はい、ちょっとこれね、ちょっとめっちゃ悔しいんですよ、今。悔しいんで、また千丸厳選、もしくはまた天才に打とうときは甲子園の累計とかでもらえると思うんで、またリベンジしたいかなと思います。はい、これで、じゃん !SS1! はい。わかるよ、俺ほんまわかるようになってきた。うん。はい、ということでまたね、リベンジね、したいかなと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。